県坂田市のバイカー鈴木モータースです。今日はですね、土曜日ということで、この時期には珍しくですね、天気もよく道路に雪もないので、バイクシーズンですねはい、バイクに乗れる、珍しいですよね、うん、あとも今日12月の22なので、クリスマス、もしかしたらあれじゃないですか、これサンタコスしてバイクに乗るっていうですねあの我々東北人からするとですね、憧れの行為なんですけども、うん、結構あの関東とかですね、渋谷のスクランブル交差点でサンタさんのコスプレをしてバイク乗るっていうのをやってるじゃないですか、うんうん、あれね、やりたいなと思ってても、いつももう雪が降ってるので、今年もしかしたらできるかもしれないですね、うん、はい、まあ、そんな感じですね。今日はあのお客様からですね、嬉しいお声をいただきまして、昨日あのはやぶさのですね、カスタムのご依頼をいただいたはやぶさをご紹介させていただいたんですけども、それですね、あの YouTube で紹介させていただいて、お客様にですね、その YouTube の URL のリンクをお送りして、県外のお客様なのでなかなか見に来ていただくっていうことできないじゃないですか。で、昨日ですね、メールで、カスタムの途中経過をお送りしますっていうふうに動画を送らせていただいたんですよ。そしたらですね、あの昨日出るメールが来まして、いや驚きました。何かって、自分のバイクが YouTube にアップされてるっていうことです。知り合いに早速教えてあげようと思います。撮影されてる方の声からすると女性ですね、のかすかな笑い声も聞こえたりして、アットホーム感バッチリです。今回の動画で自分のバイクが久々に見れたし、進行状況もよく分かりました。しかしこのサービス、 YouTube で動画確認できること、我々お願いした方からするとなんか特別感をものすごく感じますし、知らない人たちも見てると思うと妙に興奮するは何なんでしょうか、わら。ここでバイク買ってよかったって思いました。春までよろしくお願いします。ありがとうございました、ということですね、いただきまして、なんか僕たちはですね、いつものことで YouTube を撮ってたんですけどもあの YouTube を撮るっていう、まあ、お客さんからしたら撮ってもらったっていうことが嬉しいっていうことをですね、あの、うん、聞けて、あ、なるほどと思ってですね、うん、あの僕たちも嬉しく思いました。これからもですね、あの積極的にこういうご紹介とかをしていけたらなと思っております。本当にありがとうございました。で、あとはですね、昨日、まあ、先日ですね、あの山形県の内陸の方もですね、お客様から、ご新規のお客様からですね、電話をいただいてて、こういうバイク探してるんだよねっていうお電話をいただいてて、その話がですね、続いて、昨日そのお客様からですね、お電話をいただきまして、で、まあ、こういうバイクを探してるんだけどっていうふうに、なかなか地元のバイク屋さんでも見つからなくて、で、いつも YouTube を見てる鈴木モータースにバイクお願いしようと思うから探してくれますかっていうふうにお声をいただいたんですよ。でですね、それってすごい嬉しいことで、そのお客様とはですね、まだお電話でしかお話ししたことがなくてですね、で、まあ、いつも YouTube 見ててそういうふうにお声をかけていただいたというのはすごい嬉しいですし、逆の立場で考えたでしょ、バイクって安い買い物では決してないじゃないですか、普通にですよ、100万とかしてくるわけですよ。で、そのお客様からお探しのご依頼いただいたバイクは、もちろん100万円を超えてくるバイクなんですけども、普通はですよ、まだその実際にですね、わからないバイク屋さんに電話をしてですね、高級なバイクを探してくれっていうのって、普通だったらこうありえない話じゃないですか、知らない人にですよ、100万円あげるからいいバイク探しといてっては言えないじゃないですか、普通は。でもですね、こういうふうに YouTube を普段お客さん見ていただいてて、まあうちの店舗とかですよ、僕の顔とか声とかをですね、見ていただいて、お客様がですね、そういうふうにお願いをですね、していただけるっていうのが、やっぱりすごく嬉しく思いました。なので、責任を持ってですね、素晴らしいいい状態の車両を見つけてですね、お客様にお見せできればなというふうに思っております。結構お探ししてお客様に、業者のオークションとかですね、知り合いのバイク屋さん持ってる車両をこっちに引っ張ってきてお客さんにお渡しするっていうことも多いので、僕は自信を持って
状態のいい車両をですね見つけてきますので、それがですねやっぱり自信を持って言えることなんですよね。状態のいいバイクを絶対こう自信を持って引っ張ってこれるという自信があるので、お客さんとですね相談をさせていただいて、まあ、こういう年式とかこういうカラー予算このくらいとかっていうのをですね相談させていただいて、それに合うようなバイクをですね僕は引っ張ってくる自信があるので、なかなか探してるバイク見つかんないんだよねとか、こういうバイク欲しいんだけどっていうお客様ですね、相談していただければなというふうに思っております。はい、今日はですねそんな感じで YouTube ですねこういろいろと嬉しいなって思うことが2つありまして、今日ご紹介させていただきました。はい、で今日はですね一日店ですねお仕事頑張って、今日の夜にですねお客様と僕入れて3人でですねうちのハイエースで埼玉県の秋ヶ瀬サーキットってあるんですけど、僕も行くの初めてなんですけども、秋ヶ瀬サーキットに行ってですね、明日一日朝から夕方までですねチーム加賀山さんのレンタルバイクレースが行われるんですよ、最終戦が。それにですね出場したいなと思って、もちろんそのバイクに乗るのも初めてなんですけども、すごい今緊張してるんですけども、そうですね、お客様とみんなで行って楽しんでこようかなと思っております。今日の夜11時くらいですね出発して、明日の朝埼玉の秋ヶ瀬サーキットに到着して一日レースを楽しんで、夕方終わったらそのまんま帰ってきてこっちに夜作って、今日の夜出発して明日の夜帰ってくるというような感じでですね、久々にサーキットを走るなっていう感じなんですけども、楽しんでいきたいと思っております。やっぱりお客さんとですねそういう楽しみが一緒にできるっていうのはバイク屋の楽しみでもあると思うので、みんなですね一緒に頑張っていきたいと思っております。はい、じゃあそんな感じですね、今日も一日天気もいいのでみんなで頑張っていきたいと思っておりますが、今日も一日よろしくお願いします。